まさかの。すげえ。やっぱりコマジロだよな。一体どうしちゃったんだよ。え、カエル怪人とお前に友達だったのか。モンゲル、ほらお前くやめてください。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回はお池に誘うカエル怪人。今回は多分あれやな、イケメンでもなければ可愛くもなさそうはい、桜木ヒルズにあるタプタプ池でカエル怪人に引っ張り込まれるっていうおっかない噂が広がってる。怖っ。カエルといえばあいつが思い浮かぶけれど、きっと別の怪人、いや妖怪の仕業だよな。カエルといえばあいつ誰。カエル怪人、怪人、え、もしかしてあれ、カエル怪人だって。おっかないやつがいるんだな。あ、カエルってもしかして広長い方のコマジロ、そういうこと。おいおい、正義感が強いあいつが事件なんて起こすかな。引きずり込むって怖すぎやん。タプタプ駅ってどこやった。結構遠かったっけ。あ、桜木ヒルズ、桜木ヒルズか。タプタプ駅なんか今日めっちゃ暗くない超暗くない、曇りすぎやろ。あ、あっこ？タプタプ池。見えてきた、見えてきた。これですね、きっと。ちょ、邪魔なんだけど。邪魔なんだけど。どのあたり？池の方をサーチするのかな？池の周り？どこですか？あ、なに？この人と、この人が引きずり込まれそうになったとか、そういう？君たち向こうの方行かない方がいいよ。噂のカエル怪人がマジで出てさ。マジで？私なんて池の中に引きずり込まれそうになったんだよ。よく逃げられたな。腕掴まれたんだけど、カエル怪人の手がぬるっとしてたからスポッと抜けたんだ。ぬるっとスポッとか。それはちょっと楽しそうかも。なぜ？どこが？いやでもカエル怪人って名前がいかにもガッツ仮面に出てきそうな悪役だな。何それ、ガッツ仮面？それってめっちゃ昔のやつじゃん。おじいちゃんに聞いたことあるよ君ってば小学生なのに渋い趣味してるんだね。まあその時代から来たからね。カエル怪人は俺たち妖怪探偵団に任せておいてよ。妖怪探偵団？噂の人たちがマジでいるなんて。なんかカエル怪人と似たような扱いだなカエル怪人マジでぬるっとしてたから、妖怪探偵団といっても気をつけなよな。コマジロなんかな本当に。よし、本当に出るのは分かった。早速探そう、カエル怪人。でもこんな綺麗な公園に怪人なんているもんなのか。別に汚くなくてもいいと思うよ。どっかに潜んでるのかもしれないな。こういう時はサーチしてみよう。そういえばもう現代からはおらんくなったってことか。マジロ、公園内をサーチしてカエル怪人を見つけよう。ござる、見つけて成敗するでござる。どのあたり、あっちの方向か。怪しい場所がどこかはちょっと全くわからないけど、てか一緒におったコマさんはどうなったの。またはぐれたのそういうことではなく、怪しい場所ん、なんかこのあたり、何、なんか今陽気汚染が、これ、陽気汚染を見つけた。ペガソヒ、ペガソ、これコマジロ関係あるのかな。うお、あー、取り込まれて取り込まれて吐き出されたんだけど、え、どういうことだよ。え、くっ、来いよ来いよ。あ、これ全然ダメじゃない。もしかしてあれなんかな、人によるんかなこれ。ということは、ちょ、ケータで行ってみよう、ケータで。ここ。メインメンバー入れ替え。いけんやん。でも、レベル的に言ったらみんな一緒なんよね。夏目なら。とか、そんなことはないかな。は。これはいけるんじゃね？
は聞けるんじゃないですかね。引きずり込まれた。めっちゃ引きずり込まれた。あ、でも分かった。分かったよ、分かったよ。ちょっと待って。ピーピー。あ、ちょっと待って、これ多分遅いんだな、若干。これで、いけてるのか。どうよ。ピーピー。ヒッペがせーん。なるほど、どんどん難しくなっていくわけ。うわ、ほんとにコマジローや。ほんとにコマジローや。おお、まさかの人間。やっぱりコマジローだよな。一体どうしちゃったんだよ。カエル怪人とお前に友達だったのか。人間ら、ほら、お前くやめてください。物騒なこと言う友達だな。いやいや、コマジロはこんなこと言うやつじゃないんだよ。もんげー、怖いよ、怖いよ、目が怖いよ。あ、戦闘。まさかの、コマジロまでやられてる。黒い太陽を見たのか。さあ、来い。行くよ。来いよ、コマジロ。みんな変化、ガード。はい。そして、ラッカイズダンス。でい。びっくりした。もうやってたかと。なに、さすらい玉。あ、あれや。えい。イェーイ、経験値アップ。お、コマジロに対してコマさんで生きよる私。何気に。イェーイ、勝利。バリウマスナック、いいね。大丈夫か。お、ゲロ。ほら、今まで何を操られてたよ。ほら、コマジロ、こんな騒ぎを起こすなんて兄として恥ずかしいぞ。兄さん、カエル怪人のお兄さんっているなの。未来の世界すごいな、そこ。いや、未来とかは関係ないかな。この二人だけが特別っていうか。うすらなに囲まれるように妖怪は三流。普段からそう言いかしておったろうに。そうない。そんなこと言ってたんだ。ゲロ。ほら、黒い太陽を見た時に頭の中がもやーってなって、それから気がついたら人間を驚かすのが楽しくなったんだけど。ゲロ。でも今はもうそんなことないゲロ。頭すっきりゲロ。許してほしいゲロ。言い訳をするんじゃない。厳しいコマさん。三流の妖怪は嫌げろ。すまんの、俺の弟が迷惑をかけた。どう、落とし前をつけたものか。落とし前、いいよそんなの、もう着いたみたいなんだし。そうだよ、カエル怪人。いや、コマジロは改心したんだから。操られちゃっただけやもんね。もう悪いことしないって俺たちで約束できるよな。ヘロ、大丈夫。兄ちゃんいるだってお前のことを思って叱ってくれたんだから。俺なんか母ちゃんのこと思い出しちまった。早く落ち着かいとして強くなって母ちゃんの魂を取り戻さなくちゃな。しん、コマジロ、みんなに言うべきことがあるんじゃないか。ゲロ、迷惑かけてごめんなさいゲロ。オラもみんなの力になりたいゲロ。お、仲間に。おお、まさかのコマジロが友達妖怪になった。やったね。コマジロの妖怪役を大切にしまい込んだ。これで現代のコマさん、コマジローも、未来のコマさん、コマジローも仲間になったってことだ。やったね。コマジロー、これからよろしくな。それにしても黒い太陽って一体何なんだ。いつわかるのそれは。お域に誘うカエル怪人、バッチリ解決。そろそろわかる頃じゃないの、違うの、タエちゃん。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、
いやまさか私カエル怪人がゴマジロウって全然思ってなかったんやけど。カエルといえばって思いついたんかな、みんなすぐに。